ーグルス先発藤平です。今シーズン先発は3試合目、久しぶりの勝利をかけて今日先発のマウンドに上がりました。その立ち上がり、いきなり先頭の友崎から三振を取ると、この後2番当たっている源田も抑えます。2アウトで3番の森も打ち取ります。初回は球数7球3人で終えました。さあ、その藤平3回です。この回はワンアウトから連打とフォアボール、満塁のピンチを迎えて2番の源田。この当たりがピッチャー藤平のグラブを弾いてライトへ先制のタイムリーになります。源田のタイムリーでライオンズが2点を先に取りました。結局藤平はこの3回2失点で今日はマウンドを降りました。4回から2番手福井です。その福井から先頭バッター山川、この当たりが左中間へ、今シーズン第35号、ソロホームランで1点追加、3対0とします。さあ、ゲームはこのままライオンズリードで6回に入ります。6回はブセニッツが上がりました。ランナー2塁に置きましたけれども、ここは若林をサードゴロ、ゼロに終えます。そしてその裏、2アウトランナーなし、バッター浅村のところで雨が強くなって中断に入ります。結局は中断27分間ありました。でエンスはそのままマウンドに上がって、浅村はセカンドフライ。6回終わってライオンズリード3対0です。さあ、7回です。宮森です。今日は4回からは1人1イニングずつ細かくスライディングいきますイーグルスですけども、この7回宮森が上がって2アウト取って森から三振を取りました。1イニング0で終えました。さあ、その裏、ここまで苦労していたエンスから先頭の島内、これがレフトスタンドへ、今シーズン第11号、ソロホームランで3対1 2点差とします。そして続く岡島、初球でした。センターへのツーベース、ノーアウトランナー2塁とすると、昨日3安打当たっている辰巳、辰巳の当たりは低い弾道でそのままライトスタンドへ、今シーズン第8号、同点のツーランホームラン、3対3、追いつきましたイーグルスです。さあ、そして8回は西口です。先頭の山川三振で、この後栗山も打ち取って2アウトでアイト、3人で終えました。さあ、そしてその裏、ライオンズ水上がマウンドに上がって、先頭バッター小深田、ヒットで出ます。でこの後牽制悪送球、小深田2塁ってノーアウトランナー2塁で銀次がきっちりと送りました。ワンアウトランナー3塁です。そして3番の浅村、このチャンスの場面で浅村は右方向、この当たりで3塁ランナータッチアップ、ホームに帰ってきました。浅村の犠牲フライ、4対3、イーグルス1点リードと変わります。さあ、そして9回はリードして松井裕樹です。2アウトから代打中村にフォアボールを与えて、一発のある外崎を迎えましたけれども、最後はショートゴロでゲームセット、4対3、イーグルス逆転勝ち。今日首位ライオンズを破って連敗を3で止めた今日の一戦でした。